お、これ、きよきよさん本物これ。本田さんはクラロワというゲームをされているかと思いますが、サッカーとクラロワに共通点はありますか？いや、いい質問するな。いや、結構あるんですよね。僕、ほんまクラロワやって負けるとき、何回も携帯投げて潰そうかな思ったことあるんですけど、まあ、そこでいかに自分の気持ちをコントロールするか。これはね、ほんまに、もう、クラロワほどね、精神を問われるゲームはないですね。うん、なんで、そういう、こう、メンタルコントロールを、自分の気持ちをコントロールするっていう意味では、サッカーとクラロワは結構共通点かなと思います。Please follow it! Follow it!